会場では今日初めて私たちビートルズのアクロバットスポーツを使った方を、ターナル上位、そして表彰台を狙います。さあ、そして皆さん、道路、ビートルズをご覧になられるでしょうか。今、吉野ロイヤーが文句を吐いて皆さんに挨拶をしています。まもなく、この日の朝から難しいですよ。そして飛行機の行き足が止まってきました。さあ、ここで飛行機は皆さん分かりますか？今空中でヘリコプターのように止まって回転していました。これはトルクロールという技。レッドブルエアレースは地上に立てたパイロンで作った複雑なコースを狙われた飛び方でタイムアタックするという非常にエキサイティングなスポーツです。その速度は最大370キロ、最大 G は 12G という超ハードなスポーツです。今日もその一端を見せてくれるフライトに期待したいと思います。はい、再びこちらに戻ってきた。さあ、ここから左側に入ります。飛行機のシグナルの動き、もう一度よく見てください。斜めに入って、そこで飛行機が入って、どうやら、はい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 
今ランキングです。はい、今、はい、今綺麗にタッチダウン。さあ、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 そして皆さんの方